動画の続きを見ましょう。車が止まったので、まっすぐ進みます。これから3つの場面が流れます。この動画はいろいろな方向を見られます。ぐるりと見回して、危なそうなことを探してみましょう。 さあどうでしたか危なそうな車や安全でない人はいましたかワークシートの「四角2」を使ってみんなで話し合いましょう。動画は何回見返してもかまいません。